じゃあちょっと音のするうるさいやつでこれやっとくからご飯の用意お願いします。はい、しおんくんは意外と冷静な感じだね。しおんくんなんかこれとかのが好きなの、好みが変わってきたか、分かれてきたか、ロールっぽいのが好きだった。あと紐か、ん、大人になった、ちょっと大人になった。そうね。うんっていう顔になった。うん。見た感じはスペインとかなのかなと思ったけど、ちょっとわからなかった。しおんくんもおいで。おいで。しおんくん。俺そんな高い音出ないわ。上の方へ。浅草寺。お、見た。うん、そうだね。さあ、もうあそこにおしまいして待っています。ないの、ないね。はい、はい、しおくんもいて。はい、はい、しおくん、どうぞ。はい、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 アンズちゃん、さて、アンズちゃんのことも
考えていかなきゃね。ちょっと触ってください。いいよ、それぐらいで。なでなでしましょうよ、ポンちゃん。よいしょ。そこ完全に逆光になってますね。うん。少しするとここ日が当たるね。おいしい、ポンちゃん。
しいね。カリカリいい音だね。ね、日も当たるし、ご飯の用意があるから行って。もうちょっとかかるかな。はい、ごちそうさまだって。うん、そうね。